ハゲバンタイガーファンディング、虎の楽屋トーク。令和の虎、ハゲバンタイガーファンディング、虎の楽屋トーク。本日はハゲを直して見た目を良くして4000万の借金を返したいですっていう内容の上条さんでした。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。岩井社長、いきなりなんですけど、はい、端っこの方でずっと険しい、なんかぶちぎれそうな顔してますけど。いや、険しいじゃない、眠かった。あ、そうですか。いや、もう途中で寝てました。あ、そうですか、はい、あんまりにも面白くないんで、うん、人生がぶっ飛んでる割に会話が普通なんで、うん、一番やりにくいタイプです、うん、はい、隣で井口社長がもう頭抱えて、もう井口さんは、はい、一番嫌いなタイプ。いや、本当ダメなんですよ。そういうこと言っちゃ申し訳ないんですよ。本当にダメで、もう真面目に働いてほしいっす。本当に真面目に働いてほしい。でも竹野社長は何か長所というか、だからキラッと輝くものを見てたような気がしますけど、うん、別に真面目には働いてるんだと思うんですけどね。けど、そのやっぱりどっかでやっぱり人に迷惑かけてるということへの罪悪感のなさが、うん、やっぱり滲み出ちゃってる、うん、なるほど。それなのかなって。だから例えば彼が借金なければ、うん、別にパチスロで何してようが、うんうん、多分井口さんはそんなに思わないんじゃないですか。いやいやです。あ、いやなんか世の中の人が全員パチスロしてたらライフラインって回らないじゃないですか。やっぱりライフラインで働く人は、うん、やっぱりやるんです。すいません。そうかそうか。でも一つだけ僕すごいなと思うのは、個人で人から4000円かかりますから。そう、はい、初めて聞きました、はい、それはすごいと思います、はい、僕はそれはスロットとかをこんだけ長いことやってるんで、うん、やっぱり人の知らないことをいっぱい知ってるんですよ、うん、だからそれは彼の取り柄だと思うんですよ。なるほど。それを発信してたら、あ、この人やったら絶対稼いでくれるっていう信頼があって、この人に預けたい、それで倍にして返してくれるんじゃないかなっていう、自分がスロットやるよりもこいつに託した方がいいっていう人たちがお金渡してると思う。なるほどね、はい、借金っていうのは投資ですね。投資だと思う。裏を返せばこう言っちゃ、こう言ったらなんだけど、貸した人も問題がありますよね、うんうん、そういう通りです。なるほど。確かに横島の気持ちで貸しますもんね。そうです、はい、お金はそうやって稼いじゃいけないってことです。そうです。いい教訓ですよこれは。でも本人だいぶね、今日反省していたような感じしますよね、うん、こういう話を聞ける機会がないということで、非常に最後はね、人助けの番組ですね、本当ですね。つかみどころなかったな最後まで。うん、ブラ社長、隣でどうですか、応援するポジションで隣だったんですけど、一番怒ってた。絶対一番怒ってた僕は。いやー、本当難しいなと思った今日。だからね、急にいきなりさ、司会やってって言われてさ、うん、いやこれちょっと最初からちょっとなんかもういつもの感じじゃないじゃんこれ。で隣でこう岩井社長こう司会にこう入ってくるから、はい、岩井社長そのうちこんなの疲れモード入っちゃって、こんな始まっちゃったりとか、こんなになっちゃってて、これどうやってハンドリングしてたらいいんだろうだって、すごく難しかった。いや、素晴らしかったでしょ。いやいやいや、あれでいいんじゃないですか。そうです。司会めちゃうまくびっくりしてた。ハゲバン司会でいいんですか。いや、ほんとだってボード提供するの困ってるし。そっかそっか、一番いいポジションだよ。はい、マスミさん、上条さんの髪触ってみて、どんなヘアスタイルがいいとかあります？明らかに短かったので、うん、伸ばして厚み出せば絶対で大丈夫なんですよ、うん、結構髪太そうでしたね。そうですね、うん、でそこまでやっぱ上がってないので、うん、全然改善できるんですけど、うん、どうしてもこう職務にこだわりがあって、うん、まあ、そこのこだわりをまず捨ててほしいですよね、うん、そうすると結構未来もひっきり開けていくんじゃないかなと思いましたね、うん。薄毛の悩みは大なり小なりあってもいいけど、それを応援できる状態に彼がいらっしゃらなかったんで、そこは我々も心苦しかったかなと思いますね、うん、薄毛の人大体伸ばすじゃないですか、はい、あの人 YouTube ずっと見てずっと短髪なんですよ。不思議じゃないですか。なんで薄毛で悩んでるのに短髪にするんだろうと思って。伸ばせばいいのに。やっぱでも僕たちプロなんで、そういうプロがいないんじゃないですかね、はい、伸ばしたら透けた感じに見えるもん、ね、うん、ああそうですね。さすがそれは髪型でなんとかさすがって言いながら笑わないで伸ばしてほしいのは。でも皆さん隠したいって言ってこっち伸ばすんですよ。そうするとペラってなっちゃうんですよね。上から持ってくる必要があるんですよね。そこを分かる。伸ばす場所を間違えて。そうですそうです。僕職なくなったら、あのハゲ専門の美容室で雇ってもらいたい。スタイリスト、僕もかなりの腕を持ってるから。ぜひ。美容師さん。美容師。美容師。美容師なんで。もうよく聞いてるんで。ぜひ。もうみんな行きます。お客さん奪われちゃいます。
でも我々が見てもあの大したことないと思うけど、本人にしてみるとすごいやっぱり真剣なんですよね、うんうん、悩みが ね、 ね、まあ、しかしさっきから楽屋でね、揚げ版だけは本当にほんわかあったかくていいってコメントに溢れてるってみんなで言ってて、矢先これ本当に初めてやこれ、はい、こういう時もある、たまにはたまにはいいですね、はい、うん、本気はほとんどこれだからね、まあ、いやこれしんどいですね、言われた人ずっとすごいな、疲れるでしょ、疲れる、すごいな、どうこだっては、私のこの振り振りなりふりでこうね、場が変わったりとか雰囲気が変わったりって、あれ司会者って本当に奥が深いと思う、やっと皆さんが司会をやっていただいて大変さをね、言っていただきますよ、本当大変だと思う、はい、だからもう岩井社長もあのね、体を夢中ってやってるなっていうのは本当によくわかりますありがとうございますこれを理解していただいただけで今日本望ですねだってさ、1本やっただけでこの疲れ具合なんだから、これだってね、2本だ3本だ4本だってやるわけですから、ね、基本4本で明日は6本ですよ、全部しか、全部しか6本やるんだ、スポーツ版2本で通販版がなんと噂の小川で4本だって、夜10時までですよ、すげえな、まあ桑田さんのやつはもう適当でいいんじゃないですかしかもあれ毎回最後はオーナーってもう声大きいゾッとしますね、はい、大変です、年末もあるんで今月はあの毎週火水木金なんですよ、で4日間ずーっと収録なんで、はい、そうですね、いやもう120歳まで生きてください薄毛で困ってる人がいたら助けたい気持ちはみんな持ってるんですけど、そういう状態のまま出てきたら我々も惜しみなく協力できるんで、そういう状態でぜひ他の方も来てほしいなと思いましたね、うん、また来週の収録もどうぞよろしくお願いします、はい、来月あ来月、はい、来月もよろしくお願いします、まあ、竹内さんの活躍の場なんで、はい、よろしくお願いします、はいはい、怖いです、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はいはい、食毛ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から、薄毛は1年で治る、無料で食毛できる企画、令和の虎ハゲ版タイガーファンディング志願者募集中、ハゲ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 うるせえ世の中を私たちが黙らせます、お待ちいたしております、薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡お願いします、 LINE は概要欄に載ってます、こちらです。